エルコレ・デ・ロベルティ、ジョバンニ・ニセイ・ベンティ・ボーリョ・ナショナル・ギャラリー・エルコレ・デ・ロベルティ、または、エルコレ・フェッタ・レーゼ、エルコレ・ダ・フェラーラは、初期ルネサンスのイタリアの画家。フェラーラ派に属する、ジョルジョ・バザーリの著書、画家、彫刻家、建築家列伝に、彼の伝記も書かれている。後には、フェラーラ公国のエステ家の宮廷画家にまで登り詰める。 ことになる、エルコレは、エステ城の門番の子として生まれた。エルコレ17歳の時には、フェラーラを出て、ボローニャのフランチェスコデルコスサの工房で働いていた。エルコレが、スキファノイや宮殿のフレスコ画を共同制作したことは知られている。エルコレが、コズメトゥーラの後を継いで、エステ家の宮廷画家になったのは、1486年頃のことである。 エルコレの役割はただ絵を描くだけではなかった。アルフォンソ一世、デステのローマ教皇訪問に随行させられ、マントバで催されたイザベラデステの結婚式では、衣装管理の監督をさせられ、ひょっとしたら、サラミまで作らせられたかもしれない。エルコレの最後について、バザーリは次のように書いている。エルコレはワインに目がなかった。深酒することはしょっちゅうで、それが彼の人生を縮めてしまった。 40歳までは事故もなく人生を謳歌していたろうに、ある日脳卒中に見舞われて彼は短い生涯を終えてしまった。エルコレの絵はそれほど多くはない。人生が短かったこともあるし破棄されてしまったせいでもある。演熟期のエルコレの早い時期の作品というと、ボローニャのサンペトロニオ教会のグリフォーニ礼拝堂のために制作したものだろう。 祭壇上の飾り台に描かれたセイビセンテフェレルの奇跡とデルコスサから任された祭壇画のための側面の片蓋柱である。1480年、エルコレはラベンナのサンタマリアインポルト聖堂のために巨大な祭壇画聖者たちと玉座の聖母子を制作した。これは現在、ミラノのブレラ美術館にある。同じ頃、ジョバンニ二世イベンティボーリョと ジネーブラ・ベンティ・ボーリョの肖像画も描いていて、これは現在ワシントン DC のナショナルギャラリーにある、ポルキア・トブ・ルータスは、フェラーラ・コーフ人、エレオノーラ・アラゴンのために描かれたものだと言われていて、現在、テキサス州法とワースのキンベル美術館にある。また、荒野の聖ヒエロニムスは、ロサンゼルスのゲティセンターにある、エル・コレ・デ・ロベルティ、セービセンテ・フェネルの奇跡バチカンカ映画館。ありがとうございます。